こんにちは、カッパ工房です。こんにちは。ここは三里松原というところです。カッパが知る限り湘南の海にそっくりですが、湘南海岸ではありません。玄海国定公園に指定されている場所です。今の時期でもサーフやる人がいるというのは驚きました。防波堤では投げ釣りをする人が結構いました。釣り人だけではなく、サーファーの方たちが休日を楽しんでいます。先ほどの場所から約1キロ西側に行った初海岸です。砂浜のバレーボールですか、サッカーボールですかね、やってましたよ。ここは芦屋町に近い方の海岸に通じる林道です。結構ね、ガタガタしててバイクじゃちょっときつかったですね。知らずに犯罪、密漁を犯すこともあります。こういうところでは注意しましょう。道を抜けると、また砂浜の海岸がありました。12キロですからね。次、浜で投げ釣りをする方も何人かおられました。その中の一人に話を伺いました。今日は何狙いですか？何を釣りたいんですか？キス。この前響き灘の風車のところで釣れてましたよ。朝方白島のあのフェリーのところ何匹かね。そうですね、これ自分動画に上げとるけど、これぐらいでちょうど天ぷらなんかにもいいやありますね。だいぶ沖まで投げるんですか？だいぶ沖まで投げるんですか？いや、沖のオーラン。あ、そうなんですか。ここ、方向とか。
ご視聴ありがとうございました。この後のデータが飛んでて、また撮影しに行きます。お楽しみに。またお会いしましょう。